今渡れた気がするぞ。バランス73、8割ぐらい欲しいかも。赤さん、たすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。赤です。うーたんいらっしゃい。わくわくさは、フィアさんいらっしゃい。アイス、マギーさんいらっしゃい。みちょてよ。赤つ、物欲さんいらっしゃい。わくらんぼす、ムロさんいらっしゃい。のりさんいらっしゃい。豆が入っとるじゃないか。お、すごいすごい。撃たれた。ここで褒めてもね、自信にならないですね。つながらない、自信に。タコサハラ、いらっしゃい。みんな慣れてきて。8割、8割目指そう。赤さは、スラさんいらっしゃい。おー、もうちょい、8割。うん、渡れるようになった。根気が続く限り。米さんいらっしゃい。よし、83になったぞ。自信をつけてあげないと騒がすなんて無理だよな。ゴーストさんいらっしゃい。渡れるよ。特にね、やったーとかはなかった。トトトトトト、よいしょ。カリーいらっしゃい。あ、ほんと？増えてる？ヤンポコさんいらっしゃい。おかえり。ナイスバランス。歌の練習をして褒めてあげよう。自信つけさせてあげる。多分そうだね、1割じゃダメなんだ。うん、自信と信頼。天の恵みじゃ。魅力も上がる。よくわからないですね。優しさ、真面目さ、魅力、攻撃力。攻撃力は今いらんな。種まき。2割になったらどうだ。行ってみようか。大丈夫そう。うん、優しくしましょう。確かに最後の音外れてるもんな。これがもっと上手くなるのか。
優しくしてね。優しさも上がる。気力が減ってきた。ピンポンピンポーン。よいしょ。すごい。お？なんかヒデジいらっしゃい。しかし最後は外すっていう、そう、ちょっと上手くなった。ダン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 。でもそんな高い音。外すのは変わらないんだな。これ多分2段階目ですよね。そろそろもう気力が。ピーのねんねしようかねんね。バイトでどれだけ稼げるかだよね。ちょっと長く歌えるようになりました。多分これ本読んだら速攻で上がるんだろうな。3万円もする本だから。さあ、じゃあ、寝てみて一回サーカスに行ってみよう。バランスも上げたっちゃ上げたから。うん、バイトも行ってみよう。バランス85。リフォーマーボイスには負けないぞ。眠くなーる。今日はね、とってもお腹が空いていて、眠気よりあれになってる、空腹になってる。お腹の音が。あこつ歌好きだった。いらっしゃい。そういえばスイッチでメガテンで出るみたい。え？メガテン出るの？すごいね。一応、最新は 3DS で出てたんでしたっけ？女神転生。当然アトラスですよね。それはそれは。みんなも見たの？スイッチの。へへへ、また来たぜ、あの少年。株価下がったらしい。また来てくれたのね、ピーノくん。いや、見てない、スイッチのやつは。タコです、いらっしゃい。どんなソフトが出るのかっていうのを見てみたいかも。ああ、最後惜しいけど、すごい。いいぞ、でもまだイマイチだな。君って歌が好きなんだ。そうだ、いいものプレゼントしてあげるね。これね、私のお母さんからもらった大切なものなんだけど。あ、買わなくてよかった。よかった。赤皿まさきさん、いらっしゃい。上手になったらまた聞かせてね。優しいゲームだった。お、1900円ももらったぞ。さあ、
ではサーカスに行ってみましょう。バイト代上がったね。バランス80以上です。スポーツキング参上。おや、入団希望かい？ちょうどよかった。いや、うちの団員が怪我しちゃって困ってたんだよ。それじゃあ早速だけど、あ、これかな、もしかしてバランスボールって。まずサーカスの基本、玉乗りからやってみてくれないか。お、ピーノの玉乗りでござーい。すごいすごいすごい、食べなかったよボール。これはそう簡単にできることじゃないですよ。うん、とりあえず合格。さて次は難しいぞ。そこの木の棒で綱渡りだ。木の棒で綱渡り。うん、せ、ほいせ。腕の力あります。乗ります。こ、怖いよ。あ、自信がやっぱ足りないわ。惜しいな。もっと練習すればいけそうだよ。またチャレンジしておくれ。玉乗りどこで習ったんだろうね。じゃあ、自信を上げてあげようね。歌の練習を。歌の心得。こんなことやってていいのだろうか。それはちょっと違う。どうしたらいいんだろう。歌ね。基本読むものですよね、これって。そう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 。そして優しい心が大切よ。優しい心か。ナムサンさんいらっしゃい。スイッチでメガテンか。ん、すごい練習してる。優しさ足りなさすぎ。食べなくてよかったですね。攻撃がガンガン下がっていってる。小原もそのうち歌うようになる。なんかね、歌ってるのか喋ってるのかわからない段階です今。これ歌を歌ってるのか、なんかわけわからんこと喋ってんのか。歌を歌ってほしいな。楽しみですね。ソラさんがスイッチ買うかどうかで100台くらい売れ行きが変わる。マジで。ダイレクトマーティング。なんかソフト面白そうなのあった？スプラトゥーンが出るってあのツイッターでみんな喜んでた。私スプラトゥーン全然知らないからさ。めっちゃ影響力あるな。そうなんよ。だから私が一番待ってるのはモンハンの HD バージョンがスイッチで出ればって思うんだけど。お、すごいすごいすごい。だいぶ上手くなってきた。ラーラーラーまで行こう。ピーノ最後まで行こう。
バグなのかな。やる気21、自信60か。9割まで行きたいですね。ファイアーエンブレム無双があった。しささんいらっしゃい。かなりピンポイントなそうですね、ファイアーエンブレム無双って。どうなんでしょうか。ファイアーエンブレムってやる人やらない人分かれますよね。シミュレーションでしょ。へえ。あ、もう寝ようか今日はね。やる気がもう。でもピンポイントにファイアーエンブレムなんでね。ゼルダ出る時点で買うこと、あ、そうだね、ゼルダありましたね、発表。あ、アトリウム層。ドラクエもそうですね、ドラクエ11もスイッチで出るってもともと言われてたかな。一緒か、じゃあファイアーエブレムもゼルダも。スイッチで出るんだ。へー。それだとさ、あれか、スイッチからポコって外してその画面でドラクエ10ができるってこと？わあ、どうしよう。10のスイッチちょっと欲しいかも。寝ながらできるってことでいいね、ドラクエ10が。自信62。待ってたっていうのもあるんだけど、ドラクエ10は寝落ち注意。うん、せやね。3DS 版ですか。アルスさんいらっしゃい。うん、せやな。ナリトペさんいらっしゃい。うん、まだやってます。Wii U 版か。でも Wii U の買うならもうスイッチで欲しいな。うん、そう言われたら Wii もそうだったね。あ、自信ついてきた。あ、攻撃力がゼロに。もやしになりました。防御力も30。もう勝てないですね、ガーディンには。学園ネクセ、はい、すいません。やらねばやらねばと思いつつもログアウトします。学園に行かずに。スイッチのネットワーク方式が気になる。変わるの？ネットワーク方式って。井戸ね、もうあれから全然落ちてないんですよ。今バランス8割あるんで。私学園何章までやったかな。あー、なるほど。プレステ4みたいにオンラインが有料か有料じゃないかってことなのかな、ネットワーク方式。結構ガツンとやる気減るんですね。10も減ってるよ。うん、歌の練習中です。あとね、自信をつけさせてます、褒めて。78。サーカスのね、団員になるところなんだよ。アカデミーってなんだっけ、ドラクエの。あれはすぐやったかな。後ほど有料になる。そっか、じゃあプレステ4と一緒ですね。月額になるのかな。
歌はね、優しさが上がるのと低いところが上がるんで、褒めるのとセットでやってますよ。サーカスだから自信9割いこうか。お歌気に聞いたよ、いらっしゃい。うん、きっと出るよ。ダブルクロス HD バージョンがスイッチで、それかもしくは本当に新しいモンハン期待しよう。据え置きのやりたいもんね。バイト代4000円ぐらいかな。ヒーローズ1プラス2 セットになっちゃった。あ、そうですか。それはすごいな。あ、でもヒーローズの1プラス2はちょっと欲しいかも。1クリアせずで置いてるけど。うん、セットで出せるってすごい。あの内容でなって、なんとこのお値段。ライアンが追加で声優銀さん、あ、杉田なん？そうなん？マジか。杉田さんですか。ライアン来るのかよ。自信9割。よし、行きましょう。ホイミーは？ついてくるんじゃない？ホイミー。ギリギリは？ギリギリは？ポミロンがいる。来ました。I'm coming。おや、性格がちょっと。おや、また君か。ずいぶんと熱心だね。はい、ボールから塗ります。よいしょ。ノリノリですね。これでもさ、考えたらさ、攻撃力ゼロになったでしょ。砂渡れないんじゃない。足の力とかいらなかったかな。あ、腕の力があるからいいのか。攻撃力は関係ないよね。よし、なんとかなった。とととと、おお、当たれた。おお、君なかなかやるじゃないか。いいぞいいぞ。それじゃあ最後にそこの箱の上で何かやってみてくれないか。あ、これで歌か。あら、ミミさんの歌をパクってますね。すごーい。完コピ。うん、上手くなった。チャルメラ。おお、ブラボーブラボー。なんて素晴らしい歌を歌うんだ。おめでとう。とりあえず合格だ。君、名前は？ピーノ。そうか、ピーノくんか。私はサーカスの団長のピエールだ。よろしく頼むよ。で、早速だが君にはサーカスの前座に出てもらうよ。おっと、前座と言ってバカにしちゃいけないからね。お客様は常に君のことを厳しく見ているから。ギャラは君の実力次第。一つでも受けなかったらノーギャラだからね。え？厳しいですね。やったー、サーカスの団員になれた。
厳しいですな。で、サーカスに行く感じかな。ちょっとそこで行ってみましょうか。かなりブラックです。首回せば出た回してしまいそうやな。気力7割。ああ、ミミさんにもね。うん、さあいよいよ出番だよ。ピーノ君、お客様がお待ちだ。自信を持ってよろしく頼むよ。畑もなってるかもね。お、さてさて、次はピエールサーカスの期待の星、ピーノ少年の演技をとくとご覧ください。それではじめにピーノくんの玉乗りの演技をご覧ください。玉乗りでござーい。すごいすごい。ロボットはアトムの時代からサーカスに売り飛ばされるような。食べてほしかった目の前で。えへん。さあ次はなんと、落ちたら命はない、地上15メートル、恐怖とスリルの綱渡りです。頑張れ。はあ、怖い。はあ、素晴らしい、見事な綱渡りでした。まさに勇敢とは彼のことを言うのでしょう。さて最後はピーノくんの素晴らしい歌を聴きください。それではピーノくん、張り切ってどうぞ。うん、ちょっと落ちそうなところがね、こちら側もハラハラさせる。前座見たし帰るか前座にしては立派すぎないか。愛しいのあなたを。おー、スタンディングオベーション。ブラボーブラボー、なんて素晴らしい歌なんだ。もう一度歌ってくれピーノー。大人気。あ、そうなんだ。この後いい歳して泣いた。すごい、一緒に揺れてる。グラグラ全然。ブラボーブラボー。はい、お疲れ様でした。次ラサークにしましょう。あ、音ちょっと小さい。了解。おつです、いらっしゃい。オペラみたいになってる。おつランパさん、おつ、ありがとうございます。次の旦那。おいおい、前座でこんなになったらな。ここで止めときます。